作曲家、まあ、特にあの映像音楽、劇伴音楽をやっている沢野博之です。ファーストガンダム以外にもガンダムっていろんなシリーズのでいろんな作曲家の方が音楽担当されててきたとは思うんですけど、まあ、もちろんそれは知ってたんですけど、うん、僕はなんかどっちかっていうとその音楽をいろいろ事前に聴いちゃってそこに影響を受けて作るよりもとにかくまあ、監督もプロデューサーも自分 そのドラマとか作ってきた音楽に興味持ってオファーいただけたんで、じゃあ素直に自分がガンダムに対して今思いつく音楽をとにかくぶつければいいんじゃないかなと思ったんで、過去の音楽は正直全然気にしないで作ったっていうか、逆にだからユニコーンをの音楽を作り終えた後に今までのガンダム作品がどういう音楽だったのかなって気になってちょっと CD を買ってその後聴いたりとかはしましたけど、音聞こえない、聞かされた、そうオファーもらった時は自分の中で結構やっぱガンダムユニコーンっていう作品で自分が考えるガンダムの音楽っていうのをもう目いっぱいぶつけたつもりだったので、まあこれで自分のガンダムは終わっただろうみたいな気持ちでいたんですよ。まあそんな中でハサウェイって新しい別の作品来たんで、あ、大丈夫かなみたいな、うん、なんかユニコーンと比較されてなんか音楽とかを比較されたりとかするのかなっていうのはちょっと気になったりはしましたけども、うん、でもなんかいざ、うん、音楽の制作に入っていった時にはなんか新鮮な気持ちでちょっと取り掛かるような感じになりましたけどもね。ユニコーンと同じくエンターテインメントの作品ではあるけれども、なんかやっぱりより大人なガンダムを作りたいっていう、うん、っていうことを聞いてたんで、うん、だからちょっとそこら辺を意識したような、まあハサウェイ の打ち合わせの時に絵とかも見させていただいたら、またやっぱユニコーンとは質感とか、うん、キャラクターの雰囲気とか、うん、そうした部分も違かったんで、うん、だからそこにその尾形さんの言う大人なっていう感じさせるような音楽を作ればいいのかなっていう風な感じはしましたけどもね、はい。いやそれはもうある程度シナリオ脚本ができて、僕の場合はそういうその絵に合わせて曲作るっていうやり方をなるべくしなくて、基本的にはテレビシリーズと一緒で、まあ、音楽メニューっていうものを事前にいただいて、あとは必要な分数分だけ曲を作るっていう形でやらせてもらってるので、だからわりかし早いタイミングでもうそのシナリオとかができて音楽もある程度こういうものが欲しいっていうのが分かった、なるべく早い段階で打ち合わせさせていただけないかっていうところで言ってたんで、うん、だからシナリオできてるぐらいの時に、まあ、打ち合わせをしたような気がしますけど、ユニコーンの時っていうのはどっちかっていうと分かりやすいメロディーとかで構成してたんですけども、まあ、ハサウェイはどちらかというとそういう昨今のハリウッド映画みたいにある程度メロディーを抑えて排除して、うん、った感じの、まあ、サウンドでその世界観を聞かせるみたいな音楽にしたいっていうのはおっしゃってたんで、やっぱり人がその僕の譜面を見てそれに対して演奏してくれてるのを見ると、やっぱなんか、うん、人のなんだろうな、その感情を込めて弾いてる部分を見たりとかするのはこちらにもすごく影響しますし、うん、やっぱなんか一緒にミュージシャンたちと作ってるっていう、うん、からこそまたその曲に自分が思い入れ深くなったりとかするので、うん、すごくやっぱレコーディングっていうのは大事な作業だなと思ってますけどもね。コレートがやったりしてますか指揮、僕はそんな指揮 の知識全然ないんで、うん、その辺はなんかもうただ黙ってこう弦の前とかに座って、だそこはなんか弦のリーダーだったりブラスホルンのリーダーの方たちが仕切ってくれてるところありますね、はい。僕自身は本当にガンダムとしては、まあ、ユニコーンナラティブそしてハサウェイで3作目にはなるんですけれども、もちろんそれぞれのガンダムで自分なりにその時その時に感じるそのガンダムの音楽っていうのをぶつけてるつもりではあるので、まあ、今回のハサウェイもその自分が作った、まあ、その、村瀬監督その尾形さんとの打ち合わせで考えたその自分なりの大人のガンダム音楽っていうのを追求したつもりではあるので、そこの音楽の部分も、まあ、なんか作品を見ながら楽しんでいただきたいですし、まあ、今はなんか配信とかもされてはいるので、またサウンドトラックだけで聴いてもらう音楽っていうのもまた違った聞こえ方をしてもらえると思うので、まあ、そちらも楽しんでいただけたら僕的には嬉しいですけど、はい。
いや、まあそう、僕飛行機がめっちゃ苦手なんですけども、海外の方たちに音楽聴いてもらえるって、それになんかその反応してもらえてるのを見るのを喜びっていうのを感じたので、うん、それはやっぱりできる限り機会があるんだったらやっていきたいなと思っているので、うん、そうしたなんか需要があるんだったら、海外のそうしたイベントとかにも今後はなんか、うん、参加できるタイミングでできたらいいなとは思ってはいますけども、じゃあ今日はご覧になっていただきありがとうございます。ガンダムハサウェイ、今後もよろしくお願いします。